ハロー、沙織です。イエ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 イ、ちょっと久しぶりのリーディングです。お待たせお待たせって、初めましての人は初めましてです。あの過去の動画も見てね、こういう人だから。で、お知らせも何もない。今日はみんな大好きなあの人の本音、本音ね、潜在意識、伝えたいことにします。あの人が伝えたいことで、今回ちょっと2択にするので、あの連続でいきますね。連続でいく、止めないでいきます。 OK、 A、B 選んでください。これは現状、オープンして現状で出します。はい、 A、B、 せーの、ドン。さあ A の人からいきましょう。現状、おお、何これ、超美しい。はい、これなんかさ、ソウルメイトを呼び寄せるかなやった。情熱だって、現状、情熱、え、めっちゃいいじゃん。さあ、じゃあ現状出そうか。2人の現状をまずこっちで出すか。うん、オッケー。サクサクいくよ。サク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 、よし。あ、ワールドリバース、ペンタクルの5、ソードの5、リバース。なんでや、情熱やのに。2人の現状は、2人はよくなんか別れたの、別れたの、喪失感だね。これ終わってない、この恋愛は。もし終わってないんだとしたら、気持ちが離れたんじゃん。つながり、精神的なつながりが離れたかなんかだけど、これ情熱って何、なんでこれ情熱が出てきたん。ちょっとお待ちを、ガイド取る。あ、いつもコミュニティにいいねしてくれてる人とか、高評価押してくれてる人とか、チャンネル登録をしてくれてる人、ありがとう。ちゃんと見てますよ。あ、心に燃えたぎる情熱を思い切り表現してみましょう、だって。大きな成功が生まれる可能性がありますって。情熱を心に秘めるままにするのはもったいないです。形に変えてくださいって。情熱から何かを想像することを神から期待されているのですって。思うままに喜びを表現してみてください。それが本来のあなたの姿なのです、だって。っていうことは、言えてないんだね、気持ちがね。じゃあこれ片思い、片思い系、片思い系なの。じゃあちょっと聞きますよ。あの人の片思い、別れた。ちょっとあの人の、あの本音ね、本音、潜在意識、あ、潜在意識いる、いる、いる系、おっしょ、はい、潜在意識すごいな。はいはい、あ、同じの出してきた、ペンタクルの5。すごいな、顕在意識で分かって、まあ顕在意識、現状がそうやもんな。 OKOK、 ちょっとこれ上に上げていい。で、潜在意識、潜在意識、あのバン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 言ってもらいましょう。ちょ、ごめん、黙ってんねん、私、黙らせて。あ、ここ入らんな。オッケー。ちょっと待って。潜在意識でペンタクルのクイーン出してきてるよ。うん。こっち、潜在意識ね。潜在意識ね。本音ね。本音。本音っつうか本心。あ、ペンタクルの9出してるし。何これ、ハーミット、あ、デビルだ。ソード、ナイト。ナイト、後でちょっと見せます。これなんでこうなった。あ、もうちょっとあれか、引いたらいいのか。そしたらでもね、映らんでいいもん、もう通年って。で、ここにあのあれで補足をもらう、ルノルマン。今日はルノルマンと仲良くできそう。ペンタクルの4、リバース。ペンタクル、ナイト、リバース、ペンタクル、ページね。で、ムーン、リバース、ペンタクルの9、
ハーミット、デビル、ソードナイト、めっちゃペンタクル言うてくるんよ、この人。ワンドがないわ。元気ないじゃん、今。また、だから、情熱？情熱がないじゃん、ワンドが一枚もないから。あ、恋愛する気分じゃないのかもしれないね、今。こんなにペンタクルで言ってくるって、忙しい人じゃない？ちょっとすごいな。リバース2枚でもペンタクルのでも9。ムーン。ああ、やっぱりな。見えるね。すごい。ムーンにムーンが重なった。こういうことがあんねんってすごいな。よし。これは終わってないですかね、この関係は。なんか寂しそうだよ。コウノトリ花束。あ、なるほどね。時計か。よし。よし、リーディングするよ。これちょっとマジで終わってると思うんだけど、終わってないのかな、これ。この人の健在意識、ペンタクルのクイーンってさ、育む人なんだよね。育む？育てる？お母さん？お母さんみたいな人を育てるとかさ、とにかく豊かな人なの。豊かじゃないと人って育てられないからね。ただなんか悩みふけてる。このままでいいのかなみたいな。ペンタクルの5。そう、見えてないのよね。このカードはもう完全にそうなのよ。こんなにペンタクルが5枚なのに見えてないのよね。現実を表すペンタクルで唯一現実見てないのよ、これって。これ健在意識なんだけど、本音としてはペンタクルの4リバース。すごいね、この握りしめ。これね、雲と一緒に出てるから、失う怖さよね。しかも物質面なのよ、これ。恋愛系で言ってきてないのよね。物質、お金、地位、名声名誉とか、なんか立場的なものとか、そっち系だよ、失う怖さ。怖いんだ。ペンタクルのナイトがリバース。で、女性カード。これ男性が見てても、これあなただ。コツコツしてるんだけどなぁ、ナイトは。ねえ、やっぱ別れてないかな？別れてないかとか、なんかこの関係って、あなたが結構だいぶ我慢したとか、そんな関係じゃない？もう結構もう無理、この人。限界ぐらいになってる関係じゃない？ペンタクルのページね。これ本当にちゃんと学び始めるんだよ。結構現実的な、なんか物質面の、豊かさの理想も描いてるのよ。だから魚が一緒に出てるの。魚も豊かなのね。理想を描いてるのよ。豊かになりたいのよ、この人。どうしたの？ムーン、リバース。リバースするとね、ムーンって。不安。ただ、これ、直感とか、宇宙の導きの意味でも、取る聖地なら、ただ、リバースしてるので、これなんか不安なのよね。不安とか、そう、失うことへの恐怖をすごく出してきているけども、そこに対して、ルノルマンムーンが出てきたから、これ、恋愛で読むと、本当に好きですカードなので、あなたが振った？離れた？距離を置いてる？そっち系？そっち系？この人はあなたのことは好きですよ。好きですよ。好きですよというか、だよ、好きじゃなかったら失う不安なんか出してこないもんね。で、なぜか潜在意識に、なんか失う不安とか、
握りしめ感がすごいくせに、あのペンタクルの9なんか出してきちゃってて、でコウノトリなんだよな。豊か、そうなの、豊か。しかもあのこれペンタクルなんてここにも鳥があるよね。すごいな、なんかこの人すごいぞ、このあの人なんか何、全てを見通されてるよ私に。分かってほしいんだ、分かってほしいんだよ、これ分かってほしいよ、あなたに何度も言うけど分かってほしいんだわ。情熱とか出せないのも分かってほしいんだよね。自分のさ、そうね、あの思考が安定してないので、今もうこんなにペンタクルを出してくるってことは安定してないから、うん、直感も聞いてないしね。そう、分かってほしいがいっぱいなのよね。そう、豊かになっていきたいっていうのも多分これはあれだよ、望み、願望、願望、いいことないかな的な。ね、法王ってあの教える立場とかの人ね、もしこの人が誰かに何か教える立場だとするならば、この人の立場を出してきてるけど、本音でこれを出すのかなと思うから私は。で、あの花束と共にだから、法って結構あの結婚とかね、そういうね、あの法的なことを意味する場合もあるのね。結婚したいんじゃん、結婚したいで一番納得がいくけどね。花束、花束と法だよ。でデビル、あの聖地でピタッと出してきたから、で井戸ね、井戸ね、あのすごい執着だよこれ。これはあなたに対する執着、伝えたいことってもう執着心でしょ普通に。分かってほしいってこと、なんか俺の気持ちを分かってよみたいな、もう不安だし、忙しそうだねこの、あのうん。ただ可愛いのが、なぜかソードのナイトという、あのスピードの速い、動きの速いソードのナイトを出してきて、これ決断するからね。で自分の意思で動いてるから、あの常識というへりくつに従って生きてるんじゃなくて、自分で選んだ道を自分で生きてるので、自分で動き出してんのも決めてんの。だからあの意思がしっかりしてんのよこれ出す人って。そもそも親に敷かれたレールとかじゃなくって、だってさ、あの誰かが敷いたレールの上を歩くのってリスクがないからすごく楽なんだけど、それがすごくしんどくて違和感を抱いてる女性が多いじゃん。私のお客さんはみんなそうなんだけど、まあでも常識の方が楽よね。だってリスク取らなくて済むし、人のせいにしとけば済むからさ、みんなに合わせとけば一番楽なんよね、楽な生き方なんよね。ただその分受け取る豊かさとか受け取る愛とかめちゃくちゃ少ないよっていう話だよね。リスクを取ってないんだからね、楽をしてるんだから。で何が言いたかったっけ。この人ね、時計で出してきてんのよ、時計、たくさんの時計があるのよね。何が伝えたんやろ、時計に、ソードのナイトに時計。時間がないの、急いでんの。わあ、ね、コンパスも出してきてるわ、コンパス、ソードのナイト、時計、コンパス。コンパスも決めてんのよこれ、道を決めてるけど、この時計は一体何、時計の補足をください。あそういうことか。はい、おめでとうございます、ラブでございます。時間がないんだって、早くしたいんだって。じゃあ別れてないこれ、もしくは喧嘩中とか、こう今ラブラブですみたいなノリではないよねこれは。あ、じゃあこれさ、あれだわ、あえてカップで言ってきてないけど、これあの結婚したいじゃん、なんか急いで結婚したいんじゃない、なんで急いでんのこの人は。あなた別の人ができた。ただソードのナイトって早いんよ、だってコンパスだからもう決めてるからみたいな。あ、これさ、あれだわ、あのもう一度意志の強さを言ってきてるよ。もうこれそもそも自分で決めてるじゃんね、自分で決めて自分で進んでるじゃん、あの決めてるからっていう二度の再確認だねこれ本音で。早くっていうことです、早くという、とにかくなんか時間がないに見えるよね。そうかそうか、急いでるからか、行き急いでるからなんかあれなんだね、
見えない見えないんだねこの人。あの潜在意識ではすごいなんか豊かな、ペンタクルのクイーン、ちょっと細くもらって、これ何が言いたかったん。潜在意識、自分の思考の中でペンタクルのクイーンだよ。庭、大勢がいるとこで出会ったとか、そんな感じ。会社一緒とか、まあとにかくこの人が伝えたいのは結婚したいんでしょ。なんか焦ってんねんな。ちょっと1枚ちょうだいこれ。あ、オッケー。この人のあの今の潜在意識の、あ、そういうことか。あのセクシャルユニオン、これなんかあれで、あのただの性欲を満たしたいとかそういう意味じゃないんだよ。相当好きじゃんよこれ。あとね、この二人はね、つながりが深い。どうしてもこれは否めない。でもって、何この人は多分ほんと察して系なの。カップが一枚も出てないの。こんなになんか、結婚したい的な、急いでる的な、もう早くみたいな、そんな状態なのにカップを一枚も出してないのよ。言葉で伝えるのが下手な人じゃない？情熱も表に出しなさいって言われてんのよ。これ出してないでしょ？カップが出てないのよ。現実面を、現実的になんか、うまくいってないことがあるの？まあ、ペンタクルがリバースしてるし、そうかもしれんね。ペンタクルの5、2枚だもんな。突発。突発だって、もうあの、これやっぱ、ね、この人に言われてることってさ、この人、情熱を出しなさいとか、突発ってもうあの、突発的衝動だよね。私ノートに、あ、概要欄に貼ってます。ノートに衝動で動くのは神の導きって書いてるけど、この人今ね、衝動だよ、衝動。衝動。あ、だからカップとか出してる余裕がないんだ。もう動きたいから、あの、ちょっと、この人とうまくやりたいなら、うまくやりたいというか、続けていきたい、一緒にいたいんだったら待ってあげてくださいね。動くから絶対。もう間もなく。間もなくです。すっごい読みやすい。読みやすい、マジで。ただ、なんか何も遅くないよ。ただとか言いつつ。あの、補足なし。全然いい。あなたを出してきてるので、もう、まあ、不安でいっぱいですよね。衝動が少ないのも、あんまり思考を使ってないからいいんじゃない？なんか今、衝動的に動こうとしているので、一切、こういう時は、あの、なんか、ああやこうや言っちゃダメよ。あと、連絡もしない方がいい。今、喧嘩してるとかだったらね。絶対媚びないことだよ。まず。そこだね。そこそこそこ。で、このソウルメイト呼び寄せる、これ何やったんやろ、一体。あ、やっぱ別れてるよね。今、離れてるよね。もし離れてなかったら B を見て。B どうなるか分からんけどさ。ただ、なんか卑怯なことした？偽り、これめっちゃ出る。偽り、つまりやっぱ本音を言ってないよね。これお互いにだよ。お互いにでございますね。お互いに言ってない。これ偽りの関係、偽りの関係って言ったらごめんやけど、だってワールドリバースだってペンタクルの声でソードの偽りっていうか本音を 言えない関係なんでしょ、まだ。あか、もしくは言えないというか、自分の本音がわからない可能性もあるよね。ある、大いにある。それは本音がわからないからさ、本音を言ってって言われたってさ、わからへんやん。じゃあ本音を知らないとだよね、自分のね。あの、上っ面の好きとか寂しいとか全然本音じゃないよ、それは。さあ、あなたの潜在意識。あとさ、どうでもいいけどさ、低評価が趣味な人ってなんでまだおるん？あれは一体何？本音が言えない系か。あの、素直になれなくって、ちょっと、あれあれ、小学生の男子がさ、好きな子に意地悪しちゃうみたいな、あんなノリ？
なら OK。なら OK、OK。でも素直に言った方がいいよ。そう、なんか意地悪して構ってる間は、モテないから。あなた。ねえ、ダイアルカノでずっと言ってくるけどさ。なるほどね。あ、見えてないね。見えてる？あ、見えてるでしょ？女教皇。潜在意識、女教皇。で、と。あ、これはいいね。いい。だからやっぱ終わったんでしょ？崩れたんでしょ？もう終わったよって思ったんでしょ？でもこれ、終わり。再生するからね。私ほら、二つ前のノート、三つ前のノートぐらいに、完了したって書いたんだけど、あれはまさに、あれ？私私の場合あれ、自分で死神を出した。自分でね。これ、塔だから、どっちみち壊れるものだったの、この関係は。やっぱ、偽りの関係は続かんからさ。で、どうしたらやめれるか、偽りの関係。自分が先にやめましょう。あなた偽らないでとかじゃなくて、自分がやめましょうって感じ。で、あなたは、カップの3をリバーさせてきた。これ、結婚とかをお祝いしたりとかするのね。なんか、友達とみんなでとか、なんか飲み会カードとかも、かも言われてるけど、どう考えてもこれ飲み会に見えへんねんけど。なんでビキニで飲み会してんのってならへん。まあ、あるかもしれんけど、まあ、でもリバースしてんのよ。私書いたじゃん。誰と愛を循環させたいか、誰と喜び合いたいかっていうやつね。これ、彼の気持ちなくないもう。ほら、ワンドの4がリバースだよ。でも、ワンドの4を出すっていうことは、こうやって、これ結婚カードね、このタロットで。結婚カード、諦めた？塔で。まさか塔で諦めた？それは、それ、塔で？もうなんか賢くやれないんだよね。なんかうまく立ち回れない。もうこの人にはね。そんな状態でね、これ潜在意識だけど、顕在意識に上がってきてるかもしれないけれどね。ここの、これさ、本来、うまくいく二人なんだよ。ただ、二人とも恋愛が下手。自分への愛の扱いが下手。それでミスってるだけ。だから非常にもったいないね。素直になればいいだけなのに。はい。飛んだ。いいカードばっかり出してくれ。天体カード、スター。子供。もうこれはね、純粋だよ。純粋にさ、これなんか夢の国みたいなおもちゃいっぱいで可愛いっしょ。純粋に夢を描いてるのよね。だから純粋さを言われてるよ。なんか純粋に戻りなっていう素直さを言われてる。スターだから、やっぱこの関係ね、本当にスターなんだよ。スターやと思う。私は、ただもう二人とももう、下手。あ、もうなんか恋愛が下手って、もう、思いっきり出てる。自分の扱いがだよ。自分に対する扱い。自分の愛の扱い。あ、つまりさ、もうこういうのってさ、もう結局さ、これかよって思う人はもう見んでいいけどさ、結局さ、自分のことをさ、愛してないと愛し方がわからんのよね。で、これを思ってさ、悲観的にさ、ディスられたとかさ、とかって撮る人ってさ、もうなんか違うから。他のチャンネルでいいと思う。ただこれを、私、愛し方わからないって取れる人は、いくらでも愛し方知ればいいからさ、もう伸びしろ抜群よ。さあ、ちょっと、あなたにアドバイスもらおうか。あなたにアドバイス。あ、もうまんま、私が言うたことそのまんまです。以上でございます。自分で自分を愛して、愛し方を学んでください。自分を愛するようにしか人を愛せないから、自分をどう愛してるか、そのまんま、人を愛すので、自己否定とか、こぼれ私なんてとか、かまってとか、そのようなこと、そのよう、それを自分に対する愛で向けてたら条件付きね。相手にもそれをやっちゃうのよ。それしか知らないから。これ子供に対してもだけど。というかもうこれ、もうバッチリ。ちょっと今日のリーディング完璧。久しぶりにいいね。さあ、このまま B の人に行きますけれども、キレッキレだな、私。これ、カードをちょっと戻そうか。戻そうか。これ、なんかそういう肉体関係とかじゃなくて、精神的つながりのことを言ってる。なので、セクシャリティの部分も多分知らないと思う。ただ、その性欲発散の道具というか行為
みたいな感じに思ってんじゃん。あの、そうじゃないからね。あの、セックスって。ちょっと B の人の置いといて。シャッフルさせて。今日さ、はい、この余談系。今日さ、あの、インスタには載せたけど、ストーリーズに。カラオケに行ってきたの。で、上の子も誘ったけど、あの、上の子は、あの、いいって言って。YouTube をずっと見てて、あつ森の研究下の子と二人で行ってきたんだけど、下の子が歌うまくなってたのと、すっごい声が高くてキンキンして、もう、キーンってなってたけど、私あの、喋ってる声、ハスキーでしょ、すごい。歌うと声高いのよ、ほんまに。これちょっとマジで、あの、私の歌を聴いたらさ、あの、沙織さんこれ歌ってんのって、沙織さんなんていうぐらい声が違うんだけど、なんでやろ、だから私のごちゃこれ不思議なのよね、大切にします。で、私この声が嫌いで、自分のね、嫌いでっていうか好きじゃなくて別に。肉体、私の肉体の中で言ったら、声って好きなとこじゃなくて、ただ喋る仕事してるじゃんね。もうこの喋りで私は成り立てるからさ、どう第五チャクラに眠ってるのよ、宝がね。で、今日録音したの。歌ってる歌を。で、久しぶりに歌った曲があって。で、あの、聴きながらさ、帰ってきてさ、何めっちゃ高音やんと思って、私、初めて人生で自分の声好きと思えたの。超嬉しかった。すっごい綺麗だった、ファルセットが。自分で言うけど、本当に。で、これ、コンサル生にシェアしようと思ってんけど、あとオンラインスクール生、あ、そう、昨日からオンラインスクールが始まって、あ、詳しくはノートを見てください。コンサル、初めての人も気になる人は見てください。コンサル、今日からまた始まるグループがあるんだけど、シェアしようと思ったけど、いきなりさ、動画を送りつけられてさ、私の歌、ちょっとびっくりするかなと思って、聞きたいという要望があった場合に送ろうと思って。そう。だけど、すごい嬉しかった私。本当に自分の肉体を好きになれるって嬉しいよね。よくほら、私は自分の顔が嫌いだとか、スタイルが嫌いだとかさ、こう肉体を愛せない人っているじゃんね。で、私声に関してはまあどっちでもって感じまでは来てたけど、好きと思った。本当に綺麗なのよ、私の声。自分で言うけど。想像つかないでしょ。だからね、そんなね、そう、わからんもん。もうの、わからないことの方がたくさんあるの、人ってね。ただ、言わないとわからないから、わかってよ、察してよなんて言ってたってわからないから、いくら心を寄せて、わかろうとしたってわからないのよ。ただ、私は仕事だから、仕事柄、まあ、3個と4個となんか伝えてくれたら、まあ、それがどう、何を意図して、うん、本質的に何でっていうのは全てわかりますよ。ごまかせないよ。そう、ただの言い訳をすごい綺麗にまとめた系とか、かまって系とか、本当はもっと別のことが言いたいんだろうなとか、全部分かっちゃうのよね。でもそれって、なんか、当たり前。当たり前というか、さっきのこの A の人たちって、きっとそうなんだよ。そうなんだよ。それをね、隠したいのよ、今。うん、多分この、あの人の方から開くんじゃん。か、でもあなたはあなたの気持ちがないもんな。あんまり。だってバンドのように出してきてる。結婚したいと思ってたんでしょ？一緒にいたいと思ってたでしょ？でも別にみたいになってるんでしょ？じゃ、もしそれ拗ねてるんだとしたらやめた方がいいよ。そう、受容した方がいい。全受容に関しては、ノートに書いてます。そう、なんか待たされすぎた感もある。ペンタクルをすごく出してきたから、あなたはすごい待ったみたいな。さあ、B の人行きましょう。A の人はやっぱ自分で決めてね。絶対自分で決めるんだよ。あ、B の人。すごいな。ソウルメイト。力。ちょっと待って、すごい美しい。もうメラメラしてるやん。メラメラ。メラメラ、メラメラ。意味取っていい？いいよ。つか、私、もうすぐコンサル始まるしさ、ズームのね。ちょっと。あなたが持つ力に目覚めてください。宇宙はあなたに数多くの可能性を与えています。だって、めっちゃ豊かやん。これだけで。今までは隠してきた力が芽を出し始めているのですって。自分の持つ力を世界に向けて発信すること。
そしてその力を多くの人々のために使っていくことです。だって、で、私みたいにしたらいいんじゃん。あなたの中から生まれた力が世の中を動かす、未来を創造する、それがあなたの使命なのです。あなたはもっと輝きます。秘めた力を生かしてさらに豊かに満たされた人生でも変えていくことができるのです。だって、やっぱね、力を使えてない人ってすごく多いのよ。でもそれはあれだよね、常識というさ、ヘリクツと偏見のコレクションと、あの多数派の理論に飲まれてたら力は使えないよね、自分の持って生まれたね。ただし、そこが安心する人もいるんだよ。みんなと同じで敷かれたレール、絶対道を外さない、失敗しないという、あの常識っていう枠の中での概念ね。それが安心する人もいるから、別に常識的に生きてようが、私別に何とも思わへんねんけど、私は嫌だ。あ、カップの9リバース。現状ね、二人とも。マジシャン。私は嫌なんよ。あの、決められた枠の中でさ、生きていくってさ、すげえ窮屈。っていうか、誰が決めたんって思うし、ソースはってなんのよ、私。なんか、私が決めたい、私の生きる道は。なんか、誰かで決めてよってすごいしんどいんだけど、その依存系の人ってみんなそうなんだけど、あの、誰かに決めてくれる方が安心なのよね。なんでかっていうと、それは自分で決めたことがないから。で、責任取ったことがないから、それだけです。だから、あれなのよ。安心感。そっちの安心感しか知らないの。でも安心感と同時に依存してるってことは、ずっと不安がつきものなのよ。急に不安になったとかじゃなくて、永遠にずっと不安なのよ。そう。だからしんどいよね。不安と安心って相反するものだから。一時の安心感のためにさ、まあまあいいけどさ、っていうか、飛んだ。早よせえって、OK。ソードの6だって。彼ね、彼ってか、あの人。このままでいいですか？このままでいい？ダメって。最近さ、私、聞けるねん。あ、ソードのエースか。リバースね。これ、あれだね。あ、ワンドの6、カリスマカードもリバース。ペンタクルの9。聖地。ソード、ワンド、ペンタクル、バランスよく出してきてるけどね。あ、ソードのエース、ここにも出てるやん、2人の中に。で、マジシャン。あ、すごくないこれ。カップの9リバースか。でもうまくいってないの、喧嘩した。ウィッシュカードリバースだよ。はい、ソードのナイトもリバース。どうしたこれ、なんか自信がないの。あーんと、フールリバース、エースとダイアルカナリバースはあれだな、なんか、もうちょっとあの、わかりやすく。カップ5、喧嘩した？力のカード出た、2枚目、力のカード。これは力を取り戻してくださいっていう人ってことは、自分の力を生かしてくださいって、これあなたへのメッセージでもあるんだけど、これはこの人も力、ストリングスを出してきてるから、潜在意識で。なんだろう、ちょっと待って、もらう。この人さ、基本的に自信なくない？フールリバースさせてるもん。能力高いんだけどな、本来。カリスマカード2枚だよ。あと、現状には満足いってないよ。あの、違う方向に行こうとしてるよ。全く違う方向に。あの、ソードの6出してきてるから。キツネ。ソードのエースのリバースにキツネ。ワンドの6のリバース。ねえ、別れた？これ。別れてる？手紙。ペンタクルの9に手紙。いえ。ソードのナイトのリバースにいえ。フールのリバースに雲。まあまあ、そうだわな、そうだわな。鳥。ストレングスニードか。これね、あの、あれだわ。まずこのストレングスは、この人は、あなたに対して強い、なんか強いつながりを感じてるから、A の人でも言ったけど、そういう時期なんじゃん、なんか。そういう感じる時期、すごい感受性が高まるというか、本能的なものを感じる時期、男性はね。そうだと思う。で、あの、直感が、優れてる、インスピレーションが来やすい、やっぱ、霊力が高い男性ってすごく多いから、最近。私の周りはもろ全員それなのよね。
そうなのよ、この人も A の人もやったけど気づいてんねんな、やっぱり霊力男性の方が高いからね実際は。でフレンドシップ、ラブライフだって。なんかでも泣いてる、なんかあなたなんかされた、されたっつうか、なんか辛かったのこれ、この恋は。だってウィッシュカードリバースだよ、なんか叶わなかったんでしょ、叶わなかった。あ、ちょっと待って、ごめん、あなたの潜在意識ちょっと出していいかな、これ、これは一体何で、これあの綺麗ごとリーディングやったらきっとあっさりこれツインレイですねって言うと思うんだけど、私は言わないですよ、言わないけど、強いつながりとか強い結びつき、うん、なんか切っても切れないみたいなのは感じてますよこの人は。あなたはペンタクルのクイーンだって、潜在意識出してきてるので、ソードのページをリバースさせてきてるペンタクル、ごめん笑っちゃった、ペンタクル7聖地、ソードの8動けないの、なんでな、なんでなんには、あのソードのね3が出たわ、これ OK 分かった、これあの私5つぐらい前の動画になんかトーク動画あるでしょ、親の親子関係とかあっち系を喋ってるやつね、あのそれ 見た方がいいです、初めての人は。でもうすでに見た人で、なんならもう買ってくれた人、親の不仲とか言葉の虐待とか、あごめん、あの性暴力のやつはちょっと待ってね、まだ作ってない、問い合わせがすごく来るんだけど、ちょっと待ってください、あのうん、ちょっと待って、もっと取ろうとしてもね言葉が出てこないのよ、もっと伝えれるはずだから待って。でソードのさん、まあね傷は癒えてるねんけども、癒えては来たけども、でもこうやって出してくるってことはもう終わってない、完了させてない。この完了についてはネットショップから昨日メルマガで送ってます、プラスノートにも私完了、3月で完了っていうのは送ってます。で動けない理由はこれなのよ、だからもう怖いのよ、傷つきたくないのよ、なのにあなたは泣いちゃったのよ。そしてまあ退屈しててんな、この恋愛って、もうこのままだじゃダメだなみたいな、もうダメだなっていう、ただ気づいてないよね、たくさんのもの、たくさんの豊かさを得てるのに。そうでペンタクルのクイーンが潜在意識で出た、聖一でバーンって、なんかお母さんみたいにしてたの、尽くしてたの、うーん豊かな女性だよけど、これを潜在意識で思っているペンタクルのクイーン、自分のことをペンタクルのクイーンで出してくる。あーちょっとごめん、補足ちょうだい、 あなるほどな、ワンド10、ワンド10、これ背負いすぎだよもう、大事なものをこうやって持ってるでしょ、でも見てここにいっぱい、これで自分のためだけじゃないんだよ、で別に背負わなくていいもの、ワンドって10本だからね、1本1本ね、いらないものまで背負ってんのよ、だからほら自分の身に構うこと忘れてんの、このいろんなものを背負って、若干私これなんかもうがめつさすら感じてくるんやけど、責任感が強いとか責任のある立場とかそういう人がワンドの銃って出しやすいんだけど、いや自分見てよっていう、もしかして子供いる、これ子育て中だったら納得、子育て中ならすごい納得する、このなんかいろんなものを与えよう与えようとして、自分はほらボロボロ気づいてない、これなんならちょっとほら嬉しそうな顔してんの、ドヤ顔でもしてるもん、自分に構えてない、自分を見てないね、 OK、 これは納得で、これ自分で気づいてるよね、もう結構きついっていうの、人のことばっかりって当たり前よ、自分が先、絶対先なのに順番を間違えて人のことをしようとする、その心理はあれだよ、依存だよ、普通に依存っていうかしてほしいからだよ、自分がしてほしい、求めてるのよ、与えて与えて与えてってくれくれしてんのよ、くれくれしてんだけど、
そうだと損得感情的に割合が合わんから、とりあえず一回与えてみようみたいな、先に与えるふりをするからちょうだいっていう、これです、あの深層心理って。でもそこの奥にはね、あの本音が眠ってんの。そこを気づいてあげた方がいいよね。ここまで気づいてんねんから。で、あのソードのページリバース、うん、勇気がない。結構この考えて進む人なんだよね、ページ君って。で、そう、あの自分の意思で進むからね、自分で決めて。そう、意思が強いの、ソードって。でリバースしてるから、というかソードはリバースしてるので、8だけだよね、動かないよーみたいな、動けない、決めれないんだね自分で。 OK、 あなたのところは分かった。で、この関係がソードの、あーと S、 自分で切り開いていく、新たな道を切り開いていくんだよ。もうだから道への開拓なんだけど、二人の関係がね、マジシャンと。で、ここだけ見るとすごいいいんだ。いいんだけど、あの人の潜在意識、ソードのエースリバースだから、進まない。これは。進めない。あのね、あれなんだよ。勇気がない。ただ。ただなんでこここんなにいいんだ、いいのかな、カップの。9のリバースを除けばいいのよ。んー、ちょっと不足かな。ソード5、やっぱ別れてないかな。あ、そういうことか、そういうことか。もうあのソードのエースで、あのお互い別々の人生に行きましょうって話なのね。どっちかが去っていったくない、一人になった。寂しいのよこれ、寂しいの、ソードの子って。なんか卑怯なことしたのよ。でソードの2、めっちゃソードで言ってくる、ここ。ソードの2、これさ、このタロットに関してはもう決めてることがあるのに言えてないの。こうやって手ギュッと握ってなんか眺めてるだけで、ほんまはどうしたいか分かってるはずなんだよね、二人ともね。そういう関係ですか。ジャスですね。はい、同じく。もう決めてるやん。分かってるやん。分かってる。決めてるのに言えないんだよね。責任が取れないんだわ、どっちとも。ああ、どっちともそうか。なるほどね。でもこの人は、あの、楽しい方に向かっていきたいんだって。ソードの6、今嫌だって。今嫌で、あの、方向転換して移動する段階だから、これは移動します。移動しますけれども、ソードのエースがリバースしてるから、この宇宙からのギフトをリバースさせるっていうことは、思考がちょっととっちらかってる。で、あのね、すっげえ警戒心が強い。今キツネを出してきてるからすごい警戒してるの。こうエースって、ソードのエースってどう言ったらいいかわからないよ。戦略が立てれない。エース、あ、結構ソードって戦略を立てるんだけど、立てれないんだけども、行った先で考えるっていう、結構女な感じな、未来展開型なんだよね。警戒してんねんな。道が見えないといけないっていう感じ、答えがわからないといけないっていう感じ。ダセーな。あ、言っちゃった。でまた低評価増えんの私。だってダサいやん、先がわからんと。って、いや、男はわかるよ、慎重にさ、こうある程度先ぐらいまでちょっとしておきたいとか、段取っておきたいとか、その気持ちはわかるけど、だけどエースに対してそれを警戒するってダッセーなって思う私は。だからワンドの6リバースさせるね。これカリスマカードだよ。これはもう称賛されるとか、すごいみんなに褒められるとか、たくさん大勢の中でもこの人すごいって言われるとか、あと人を率いるとかね、そういう意味なんだ。リバースしても力が使えてないんだよね。あと褒めてほしくて拗ねてるのもあるんだけど、ハート出してきてんねんな。だからあなたに対しての承認欲求じゃない？ちょっとダサいわ。いや、これがさ、ごめんごめん、俺承認欲求やったわさっきのって言うんだったら可愛いのよね、なんか言った後に。そうじゃなくて、しれっと承認欲求っていうのは厳しいな。ここ、つながりが深いのにね、もったいないね。ペンタクルの9に手紙？うん、何か伝えたいことがある。伝えたことがある。そしてそれはとても豊かなことです。とても嬉しいこと。とても実りあること。これは大丈夫。なんかちゃんとしてきた。ソードのナイト。リバース。家。
家庭がないですか、この人は。お母さん知ってるあなたが、お互いこれ家庭がない不倫関係じゃないですか。このソードのナイトと家のさ、どっちかに家庭があるか、どっちもに家庭があるか、とにかくそうね、バシッとバシッと、はい、家で自分を出してきた。ソードナイトリバース、不倫僕ですみたいな感じ。鳥メッセンジャー、鳥ね、鳥コミュニケーション、コミュニケーション、もしこれ不倫じゃなかったら鳥2枚目だわ。ここさ、この2人さ、ほんとコミュニケーション取れてる今。コミュニケーションが取れてないのが出てるのと、あとね、やっぱ全然すっげえ縛られてんだ、この人。これ、フールってこれさ、ゼロから始める。最初からもう自由気ままに好きなことパーンってすんのよね。そう。でもリバースしてるから、リバースしたら私、アホの子って呼んでんねんけど、何も考えなしたの。こっちは、自由に自分の好きなことを好きなように生きていきますっていう、もうしっかり考えた上でなのよ。そして自分に責任を持ってんのよね。これってさ、リバースしてるからさ、好きに生きたいは以上、みたいな、結構無責任なのよ。だから雲なのよ。ああ、うん、立ち込めてんの。やっぱりモヤモヤしてんのよね。これでよかったのかなって、これ。雲、こっちにもこっちにも出てるからね。何に対してこれで良かったのかなと思ってるの。でもワンド8聖地分かった。ワンドの8ってもうすっごい展開を起こしていくの早いのよ。一つの展開からもう1ヶ月でうおーっていう変化を当たり前にするようなんだけど、するんだけど、でもできないんだよねこの人ね。だってカップの5リバース、リバースにね、あ、でもコミュニケーション不足だよね。コミュニケーションエラーで起きたっしょこれ。もしくはこの人きついこと言ったとか、あなたが相談さんを出してくるってこと、そういうことだよね。でこれはね、強い結びつきなんだよね。これもうちょっとストリングストリートだから、もう重力合成数の話をしないので、重力合成数の話が聞きたい方は、初めて見た方でね、そこら辺の適当にパッて選んでください。絶対私ストレングスが出てきたらこんな話してるから。船。これ付き合い長かった？これはなんか本当に強い結びつきなんだよな。ちょっと待って。せもうちょっと本音やって。これなんかちょっと不倫が疑わしいねんな。あ、ねえ、あなたの方が不倫じゃない？ソードのさんって結構不倫系の意味があるんよね。宗教観の違い、価値観の違い、家柄の違いとかそういうことを出してきてる。立場が違うとか何かが違うみたいな。でもその違いを受け入れるっていうことって当たり前じゃんね。っていうか価値観違って当たり前やからさ、価値観が違うから離婚しますとかいう人おるやん。え、最初は合ってたんって。逆に私不思議なんよ。価値観みんな違うやん。でその価値観って、相手の価値観って理解できなくても、でも理解しようと頑張る女性多いやん。なんでなん。理解できないものはできないじゃん。理解はできないんだけど、そういう価値観を持ってるっていうことは分かるよって、分かります。知っておきます。で、いいのにさ、なんか理解しようとしたり染まろうとしたりするじゃんね。なんでなん？これあれだったよね。なんかコケティッシュのそれ。これね、シースルーじゃない？これはあれだよ。シースルー。これ隠し事全然ないよね。本当に。素直に甘えてんの。この人素直になりたいんじゃん。素直になりたい、楽になりたい。そう、楽になりたい。フールを出してきてるから楽になりたい。でも楽になり方がわからない。わからないのよ。わからない。これあなたは一体、とりあえずワンドはもう下ろさないとだね。
先にね、ちょっと今もう一回もらう。もしかして、もしかしてだけど、傷の名前してなかった？二人で。それも感じるんだよな、傷の舐め合い。だからつながりが深く感じるのか。もしくは同じ経験。プレイフルネス。あーんとね、これあの、ほんとめっちゃ楽しんでて楽観的にって言われてるわ。重たいんだね。なるほどね。よかったよかった。まあ、ワンドの銃背負ってるぐらいやから重たい。女は絶対ワンドの、ワンド10本なんて背負っちゃダメよ。絶対ダメよ。ワンドの9までもダメよ。9まで行っちゃダメよ。もう8で動いて終わらせて。これさ、8で動いて終わらせれば90行くことないんだよ。ワンドツアー。そんな私無理。ワンド10本も背負ってあんまり私倒れるもん。無理。泣くぐらいの、でいいよ、女は。無理。嫌だって言っときゃいいよ。言って自分でそうするんだよ。自分で自分、あの、背負ってるんだからね。誰かに背負わされたわけじゃないよ。あの、すごい子育てがしんどいとか仕事がしんどいとか愚痴る人多いけど、自分で選んでやってるじゃん。誰のせいでもないじゃん。ということで、この二人はどうなるかは私はちょっと先がわからないけど、なぜかというと、これは本当にこの二人次第だから。だから、ここに責任を持てるかですね。どっちともに、どっちともが。で、ちょっとアドバイスもらおう。ただ、ここに力が出てるやんか。あの、自分の力を生かしてくださいってのが出てるから、こう、あの、もう、今こそ力の使い時だね。ただ、これ、あの、支配とかコントロールの力を絶対使わないで、そっちを言ってるんじゃないからね、これって。あ、夢来たよ。大好き、このカード。コミュニティに載せたことない？私、これ。夢。もっと純粋に夢を描きなよって話だよね。ガイド取れて。しょうがないな。私優しいから。よいしょ、夢。あなたの夢が少しずつ形になってきました。で、めっちゃいいじゃん。自分を信じて進んでいきましょう。これは、ちょっと親子関係系の動画を買ってくれた人とかは該当するんじゃない？あの、受け取れた人はね。ここまで到達するのに涙を流した日もあったかもしれません。それは夢を叶えるための学びでした。実感が湧かなくても宇宙は全てを知り、夢を叶えるタイミングを整えてくれていたのですって。たくさんの愛や恵みを受け取る準備をしておきましょう。だって。あ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。じゃあ、必然的に、いつも私が言ってる宇宙の流れと人生の流れ、導きに委ねる。ってこと。この委ねるっていうことっていうのは愛なので、まあ、そこが必要でしょ。で、力っていうのはコントロール支配とか依存とかそっちに絶対使わないってことね。それも手放す。めちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃいい。夢、いいじゃん。受け取る準備をするっていうのは、準備はこう、受け取る準備をしてくださいって言われたじゃん。夢叶うから。だからそれはここですよ。委ねるっていう愛は力だからね。怖い。委ねるの怖いっていう人おるんだよな。そうそうそう。あなた騒動さん出してるから、そうね。そうね。あとは、委ねるっていうのは結局受け取るところから始まるから、いいじゃん。もう一枚もらおうか。これじゃない気がするけど。これじゃない気がする。カードね。ただ、これだった。救済。救済これ。初めて見たね。救済。相当しんどいんじゃん、これ二人とも。まず。そもそもで、ちょっと待って。あれをもらいます。意味をもらう。あ、ちなみに、これ、あの人の気持ちはどうですかって、これ、聞かな分からんことなんていうぐらい、この人は、あなたのことが好きでしょう。っていうだけ。で、それで満足な人はバイバイ。それだけ知りたいっていうんだったら、もううまくいかないから、誰と恋愛しても。恋愛っつうか、なんか、恋ですか。いや、恋も楽しいのよ。あの、恋から愛に変わるまでの間って、本当に短いじゃん。ね。だから楽しいんだけど、救済？あなたのパワーで多くの魂を救済してください。あなたが愛する人も社会と戦い、人知れず苦しんでいるかもしれません。手を差し伸べて乾いた心を愛で潤してあげてくださいって。この世には愛が足りずに泣いてる魂がたくさん存在しますって。あなたはそういう魂を慰め、愛を与えるために生まれてきたのです。
あなたは魂の救世主であり、愛の尊さを伝える使命を持ってます。これ私のことですかね。その使命を実感するためにまずは一番大切な人の魂を救済してください。これ自分だよ、一番大切な人の魂って。じゃあ大丈夫だ、私救済してる。あなたの愛を実は心から欲してやまないでしょう。だって魂の救済の経験を通してあなたは真実の愛を知っていくのです。つまり今真実の愛を知らないっていうことだよね。無条件の愛のことです、真実の愛っていうのは。あ、だからあなたは自分でペンタクルのクイーンを出してきたんだ、潜在意識で。奉仕する人だからね、奉仕する人、こう救済、そう愛でしか無理だから。じゃあこれさ、恋愛も良くないかっていう話なの。これあなたのことが大事だよ、ものすごく今。あのね、これ二人で一緒になんかうまくいこうねとかキモいこと ないから、あなたがとっとと勝手に幸せになって、勝手にうまく自分の人生を勝手に進めていれば、恋愛は勝手にうまくいきます。あ、これは私断言しますよ、断言。そういう宇宙の真理だから、それはね、もうマジで断言する。ああ、嬉しいカードはひっくり返ったよ、ラバーズ。これさ、私思うねんけど、いつも結婚カードでもあるけど、これ自分との本当に結婚だよ。自分の統合、女性性と男性性の統合、仲直りでもいいし、こう幸せいっぱいじゃんね、結婚するときって。こうウキウキワクワク、なんかこれから始まる生活にみたいなノリでしょ。女性性と男性性まずそうしないとね、自分のね。でそれについては2つ前のノートに書いてます。2つ前のノートに、これよかったね、 B の人は。自分だよ、自分です、自分。よいしょ、あ、マリッジ来た、エンゲージメント、これ婚約とかのカード、ほらすごいじゃん、すごいじゃん。やっぱ自分だよ、自分自身とのパートナーシップをうまくいってれば結婚生活もうまくいくから。もしかしたら結婚生活がうまくいってなかった人とか、離婚した人とか、うまくいってないがゆえに不倫してる人とか見てるかもしれへんね。ただ自分自身とのパートナーシップだよ、本当に。これなんか二人ともこうやってくっついてるじゃんね。女性性と男性性ってこういうもんなのよね。だから女性性と男性性が仲が悪いと、自分のね、っていうか自分の女性性を自分の男性性がいじめてる状態だと、こういうの出てこないけど、これ全部くっついてるやん、これ。こうやってこうなりなってことだよね。こうなりなっていうのと、甘えべたでしょう。これね、 B 選んだ人ね、もっとなんか甘えなって。これさ、難しいかもしれないけど、甘えるのとわがまままみれにするのと、なんか言うこと聞いてよ、私の願い叶えてよっていうのは違うよ。全然違うよ、これ間違えちゃダメだよ。甘えなよっていうのは本当に甘えなよってそのままなんだよな。ね、素直に、そうね、甘える、素直に本音を言う、それだけ。それが甘える。なんかうまく説明できない、私感覚だから。そうね、ただその甘えるってさ、一歩間違えたらマジで依存癖がある人はがっつり依存にしかならないから、あれだよ、甘えるのと依存は違うからね、そこだけは念を押して言っておきます。で、相手の顔色を見すぎる癖があるでしょう。そう、顔色は見すぎなくていいけども、甘える時のタイミング見せらないでね。私これでさ、大失敗してる人たちたくさん見てんのよね。こう自己啓発的なやつとかで、甘えるっていうこと、男に甘える、頼るとかっていうのだけを切り取っちゃって、頼られたら男は全部やってあげたくなるみたいな、うまく切り取って、でわけわからなくなって、大丈夫この人みたいになった人たくさんいるのよ。旦那に言われたんだよ、旦那どうお前みたいな。それはね、あれだよ、違う、本質を間違えてるよ。カップのキング、これね、誠実にって言ってるよ、自分自身に対して。自分自身に誠実になってくださいというのが総合的なメッセージですね。総合的なメッセージ、総合メッセージね。OK、ということでした。また撮るね。でもちょっと明日明後日
しあさって3日間ぐらいは休むね。また見てね。というか連続で撮った方が編集が楽かもしれない。ってことで、とにかく概要欄のノートをね、ひたすらね見てほしいなと思うのと、いつもありがとうございます。私本当に豊かでございます。皆さんのおかげです。いや、私のおかげでもあるけど、いや、受け取ってるんだよ、ちゃんと。受け取ればいいだけだから受け取ってます、みんなの愛だから。みんなね、本当愛でいっぱいなのよ。本当に与えたくて与えたくてしょうがないのよね、自分にね。そうです、応援してます。じゃあね、バイバイ。